皆さんこんにちはレック専任講師の野畑です今日は私が担当する通信限定講座野畑のマストロン展攻略道場についてご紹介していきたいと思いますよろしくお願いしますさあ早速なんですが画面切り替えた状態で説明していきますこのマストロン展攻略道場まずどの科目を扱うのかについて説明していきますが全10回で 卓越の憲法、民法、行政法、そして記述を扱っていきます。もちろん、科目ごとに受講することもできますが、すべて受講すれば全10回という形です。で、この全10回に共通するコンセプトについてお話をしていきますが、はい。皆さん、この動画をいつ頃ご視聴いただいていますかね 結構バラバラだと思います。早ければ6月ごろ、まあ、遅いと模擬試験シーズンの9月ですとか、直前期の10月に動画を見ていらっしゃる方もいるかもしれません。ただ、どの時期に動画を見ているかは関わりなく、合格のために必要なことって基本共通してるんですよね。はい、それは、基本知識を確実に習得して、使いこなせる状態にしておく、こちらなんですよ。 ただ、なかなかご自身で確認することは難しいですよね。どこまでやったら知識が確実に習得できているのか、どの状態が知識を使いこなせる状態か、ご自身でなかなか確認が難しいということですよね。テキストを何回読めばこの状態なのか、問題集を何回繰り返せばこの状態か、なかなか確認が難しいと。で今回、この道場は、これを確認するために、オリジナルの リカイロチェック問題をつけています例えば行政法のサンプルがこちら上がっていますがざっと見てどうですかある程度行政法を学習した方からするとこの土地収容事案についてピンとくる方いらっしゃると思います、はい。土地収容を受けた Y さんが裁判を起こすということでどんな裁判をするべきかっていうことについては一つではないんですよね。 いくつかかありますからこの問題通じていくつあるか考えてもらうとつまり丸松ではない思考型の問題にチャレンジしてもらうああでもないこうでもない考えて、えー、考え抜いたら解説を見ると解説講義を聞くとでその時に、えー、自分で考えたものと解説回答が同じだったら知識はちゃんと入ってるし使える知識になってるとただ思ったのと違う形で解説書かれている場合は それは知識が定着をしていないか、もしくは使いこなせる状態になっていないということなんですね。はい、こういったオリジナルの丸抜きではない思考型の問題にチャレンジすることによって、皆さんの弱点がわかるわけですで。こういった形で講義を進めていくわけですが、このマストロン天候略道場、こんな実験生にお勧すすめというものをまとめておきました。はい、1番からいきますが、 これは先ほどからお伝えしていることでして、知識が定着しているか確認したいという方ですね、お勧めしています。そして2番、合格ゾーンを知りたい。ご自身で特に勉強していらっしゃる方だったりすると、もちろんテキストに A、B、C ランクは振っていたりしますが、こう頭で分かってるんですよね。A が大切で、C は後回し。分かってるんですが、なぜか C に気が向いてしまって、C ばっかりやってしまうとかね。 逆に A が少しあの手薄になってしまうことが出てくるんですよ。で改めてこの道場を活用することによってどこまで学習しておかないと合格できないのか合格ゾーンをしっかりとお話ししていきます。なので改めてこの道場を受講していただきここを確実に仕上げるということを理解した上でもう一度ご自身の勉強に戻るとこういうことができますね。はい。そして3番これまでアウトプット中心で学習してきた たくさんの問題集買って同じ問題を5回10回繰り返してきた方ですそういう方々は同じ問題が来れば確実に回答できるんですがちょっと聞かれ方変わっちゃったりすると結構途端に解けなくなっちゃう方も多いんですよなのでアウトプット中心で学習してきた得た知識はもちろん大切なんですがそれがやっぱり本当に使える知識かどうかの確認をしていただくということであってもこの講座はおすすめですそして4番 はい、テキストを読むのがつらいと、そう、インプット、インプットって言われて、テキストを読もうとしても、つらいですよね、うん。どこを重点的に読めばいいか分からない方も出てくるのであの、そういった方こそ、こういったマストロンテン攻略道場の解説を見ると、うん、テキストとは違う形で整理されてますから、新しい発見がどんどん出てくると思うんですね。はい、そういった方々におすすめなのが、こちら、マストロンテン攻略道場と。 はいということになっていきますね。はいということで、まあこの道場こんな方におすすめということでご紹介していきましたが、えー、最後に、えー、スケジュールについて簡単に見ていきたいと思います。なるべく早く受講できるようにはしておきました。えー、憲法が6月18日、民法が7月9日、行政法が8月6日、あ期日が8月27日ですから。 まあと詳しい受講料ですとかねあの受付方法については、まあ、パンフレットに QR コードも入っているみたいですしインターネット上から確認することもできるのでそちらはあのそういったところを確認していただければと思います。 はいということで簡単ではありますがアマストロン展攻略道場について紹介をしていきましたこの動画を見ていただいてあこれはいいんじゃないかと思った方はね是非受講していただいて一緒に合格勝ち取っていきましょうでは本日は以上となりますお疲れ様でした